え、いや全然ちょっと嘘、こんな違うの。まあ、これが 240Hz の IPS のモニターですね。で、ゲームだけだったらまあ TN でもいいんですけど、まあ、だからお金がない人は TN の 240Hz の中古とかいっぱい出てると思うんですよ。24インチだったらもう腐るほどあると思うんで、そこ行ったらいいと思うんですけど、まあ、おじさんはやっぱ画面大きい方がいいと思いますよ。24より27。やっぱりエイムするときも大きい方がやりやすいですし、あとは、モニターとどれだけ距離離せるかにもよるんですけど、もし距離離せないんだったら24でもいいんですけど、ある程度そのモニターと自分の距離を調整できる環境であれば、おじさんは27インチ買った方がいいと思う。で、なおかつ IPS 買ったらいいと思います。あの、快適さが違います。あの、他の用途でも使えるんで、私の場合、デュアルモニターにしてるんですけど、これ TN だったら絶対後悔したと思いますね。ですから IPS240。で、ノングレア。ハーフグレアで、だと安くなったりするんですけど、グレアにした方がいいと思います。映り込みが後で気になったら、ああ、やっぱしノングレア買っとけばよかったなって後悔すると思うんですよね。ですから、ノングレアした方がいいと思います。IPS、VA、どっちが、VA の方が安くなるんですけど、そこもやっぱし IPS にしとけばよかったなって思うと思うんですよ。ですから、もうそこは頑張った方がいいと思う。240にしとけばよかったかな、IPS にしとけばよかったかな、ノングレアにしとけばよかったかなって、後々絶対とは言いませんけど、思う可能性があると思うんですよ。それをもう排除した方がいいと思います。ある程度、お金出してでも。で、個人的には27インチ。そうするとですね、もう選択肢がこれしかないんですよ。私が今回買ったやつ。で、解像度がフル HD ですね。だから、ただ1080。WQHD っていう選択肢もあるんですけど、個人的には27インチはフル HD でいいと思いますし、現状 240IPS ノングレアはこれしかないのかな、フル HD しかないのかな。だからおじさんにはこれがおすすめですよ。27インチ 280Hz。 165とかもあるんですけど、もう絶対240を選んだ方がいいと思う。ベゼルフリーキットとかあるの？もういらないけど。で、32インチっていう選択肢も考えられるんですけど、個人的にはお勧めしないですね。240は絶対外せないとして、240で32インチって、まあ一つあるんですけど、これ VA なんですよね。コントラストは高いかもしれませんけど、ゲームするときにコントラストっていらないんですよ。むしろ下げることの方が大事だと思うんですよね、黒いところを浮かすために。だからVA はなしかな。で、フル HD なんですよね、これ。だから、32インチでフル HD って、もう画面っていうか、その、文字とかアイコンがでかくなりすぎちゃって使いづらいと思うんですよ。だから、ダメ。WQHD で IPS で240っていうのがあれば選択肢に入れられますけど、ないんですよ。ない。だから、27のこれ。ASUS のこれですね。で、距離が離せない人は24インチでもいいと思います。ただ24インチはね、いっぱい、まあ4つくらいあるんですけどね、どれでもいいかなっていう感じがします。安いのでいいんじゃないですか。この 47,000 円とか5万円とかここら辺の。でも、この ASUS の27インチと値段が変わんないんですよね。買ってよかったですね。280Hz モニター、このモニター、ASUS の。こんな違うんですか。いや、嘘ですね。ほんと、ネットのなんか、書き込み。60と144は違うけど、144と240はそう変わらないとかって、よく見ますけど、全然違う。フォトナに限って。っていうか、まあ、フォトナくらいフルゲームがないからそういう話になっちゃうんでしょうけど、まあ、普通の FPS だといらないのかもしれませんね。でも、間違いなく違いはあります。間違いない。これはもう、絶対、この違いがわかんないっていう人いないと思うんですよ。フォートナイトやってる人だったら、まあ、全く建築しないっていう人はわかんないですけど、
フォートナイトで少なくとも縦積みするっていう人はもうこの違いが分かりますね、間違いなく。ちょっと話がまとまってるかどうか分かんないですけど、とにかくですよ、144Hz と 240Hz のモニターはおじさんでも、もしかすると逆に言うとおじさんだからこそかもしれないですけど、違いははっきりと分かります。ゲームでもそうですし、マウスを動かした時のカーソルの見た目でも違いが分かります。いや、この縦積みは別にいいんですけど、こうじゃなくてこういう、ね、古いやつ、それダメでした。ダメだ、もう久しぶりに。ちなみにこのモニターなんですけど、ちょっと子供っぽいデザインですけど、まあそれはいいとして、これがすごい使いやすいですね。なんていうんだろう、ジョグダイヤルというかジョグスティックというか、このボタンも大きくて押しやすいですね。表から見るとこんな感じですね。これすごいメニュー選びやすくていいですね。だいたいメニュー選べづらいんですけど、モニターのこういうやつって。 HDMI2 つのディスプレイポート1つで、これが USB、イヤホンで、これは電源ですね、専用の AC アダプターが付属します。